僕実演販売を仕事でやってて、うんうん、で実演販売ってあの結構、まあ、いろんなショッピングモールとか行くんだけど、うんうんうん、最近多いのがね外人さんがやっぱ増えた。外人、うんうん、で僕が仲良くなったのはね、うん、その多分韓国人なのかな、うんうんうん、親子で、うん、で子供がね来るともう僕はもうとりあえずもう明るく、うん、客さん、あーどうしたの、出したの、イエーイみたいな感じ。子供だから、ね、子供だからさ、うん、で明るくやってて、で秋田かって言うんだって言ってるけど、やっぱ向こうもコミュニケーション取ろうとしてくれるんだけど、うん、いかんせんその言葉が全然わかんないじゃん、うん、で、あーなんとかしてこの子とコミュニケーション取りたいなと思って、うん、スマホの翻訳アプリって今あるでしょ、うんうんうん、あれをこうやって出して、うん、でこんにちはって言って、うん、で向こうのハングル語かなんかに直すようにして、うん、で見せて、そしたらもう意味分かってくれて、うんうん、でちょっとやりラリー何回かやってて、うん、で、あのお兄さんかっこいいでしょ見せて、はははみたいな、うん、で笑ったりとかしてくれるから、うん、あいいな楽しいことできてきてるぞと思ったら、うん、急にその小学校2年生ぐらいの男の子なんだけど、うん、その子が貸してって言って、なんとかって言って、うん、見せてきたらうんちって書いてある、うん、もうそれはもうふざけてんだと思ってた、うん、で、いいうんちだっていいみたいな感じで鬱陶しいねいいってだってひとしきりこれがもうテンション上げてさ、うん、子供ってそういうこと言うから、うん、したらちょっと真面目な顔になってもう一回こうやって喋って見せてきたら、トイレはどこにあるでしょうかって書いてあった。だから向こうからしてみたら、うん、本気でトイレ行きたいのに、うん、俺がイエーイって書いてあったから、うん、多分やべえ人だと思われたと思う。滑舌悪くてさ、あんま入んないあれ翻訳アプリしようかねそう、話が入ってこなかった。あ、本当はね、うん、俺聞いてなかったでしょ、目が